こんばんは、渡辺かりんです。和やかセックスのお話の時間です。私はシルクのふんどしパンツ桜姫というものを作っておりまして、それを身につけるとともにどんどん変わってきて、気がついたことなどを高校の動画でシェアさせていただいております。ですね、人間には食欲、それから睡眠欲、それから性欲があると言われてます。三大欲求があると言われてますが、お腹が空いたっていうのはよくわかりますね。お腹が空いたっていう、空いたのか空いてるのか分かんなくって、欲がないってなりますと食べることを忘れて、だんだん体が衰えていくんじゃないかと思います。もちろん太陽の日光浴して、もうそれでエネルギーを調達できて生きられるという方も見えますが、多くの方は食物からエネルギーを吸収して生きていると思いますが、特別そうやって体が進化している方じゃない人は、お腹が空いたという、食べたいという食欲のおかげでエネルギー取り込んで生存できます。眠たいというのも、体が疲れたりすると自然に眠くなります。でもなかなか眠れないという方は眠剤とか病院で処方してもらった睡眠薬を服用して、神経が高ぶって眠れない時もそういった薬で睡眠欲を呼び起こして眠るっていう、眠ってちゃんと寝てる間に体が癒されるように、そういう時間を作ってますね。性欲の方はどうでしょうか。性欲が湧かないからといって起こるように努力するということはあんまり少ないかと思います。逆に性欲がありすぎて困るっていう人はその解消の仕方で困ったりしてるんですかね。ありすぎる人は置いといて、なかなかない人ですね。性欲がなかなか湧かない人っていうのは別にそれはそれで困らないので、そのままにしておくことが多いかと思います。むしろ有り余る性欲をコントロールするのに困る、悩むっていう方に比べれば特にコントロールする必要がないので、まるで聖人のように聖人君子のように色恋に手を出さず高潔な感じでいられるんじゃないかと歓迎する方もいらっしゃるかと思います。でもですね、性欲っていうのは生命エネルギーを上げる力がありまして、性欲が健やかにある人、そしてそのようにそれを満たして実行している方は活力があふれてバイタリティ豊か でいろんなアイデアがあって楽しそうに生きている方って多いと思うんですね。逆に少ない方はすごくそそとして静かな感じであって、で、植物のような繊細さとか、でもその繊細という間にまずエネルギーがすごく少ない感じなので、植物のような繊細さとはまた違うなんかエネルギーが少ない感じがするんですよね。ですから食欲ある程度程よくあった方がいいと思います。でも性欲がなか、あ、食欲じゃなくて性欲ですね。性欲はある程度あった方がいいと思いますので、それがあまり湧かないようにしてしまっているのがよくこちらで申し上げているように、ここですね、性器を布で、下着という布で押しつぶしている、
そういう場合ですと性欲がなかなか湧かない、セルフプレジャーする欲求もなかなか湧かない。そうすると、そういうことをすることによって性的なエネルギーが循環して、女性としての魅力がっていうのが発散されたりするんですけど、放たれて魅力的になったりするんですけど、セルフプレジャーする欲も湧かないし、パートナーがいてもまぐわうセックスする欲が湧かなかったりすると、だんだんエネルギーが枯れる感じに、とか老化とかも早くなってくる感じがするんですよね。ですから健やかな性欲が湧くように、やはりここは解放してた方がいいと思います。布で押しつぶさないで、この立体、この複雑な立体をそのままキープしながら日々24時間生活するっていうのがベストだと思います。鼠径部を、ここの V ラインですね、鼠径部を締め付けないだけでなく、ここの膣口の入り口も押さえつけない下着がいいと思います。うちが作ってる桜姫ショーツ、天女の絹ショーツ桜姫はその点では申し分がないので、一度お試しになるといいと思います。またなんか宣伝みたいになっちゃいましたけど、実際いいので、心と体と健やかな性欲が循環するのにとてもいいのでおすすめします。ちょっとねお値段高くて手が届かないっていう方は、これと同じ桜姫ショーツの内布と同じ素材なんですけど、これをですねこういうリーフ型で細長い布だけっていうのが2枚1組で、それが2セットで、合計4枚セットで、ビュア染めシルク布っていう名前で桜姫から販売しておりますので、それをショーツの股の黒土部分に巻きつけて着用していただくと、桜姫ショーツのような心地よさが感じられます。それは他のふんどしパンツの黒土部分に巻きつけてもいいかと思います。普通のパンツでもいいですので、とにかく始めていただくといいかなと思います。今ですとこの2020年11月中に注文されますと、桜姫ジェルっていうここに滑らかになる滑りが良くなるジェルがミニボトルがサービスでついておりますので、お得ですので、今ですとビュア布のシルクをお求めになると 10ml も入ってますので、何回か使えますのでね、それもお得ですので、ぜひビュア布のシルクから桜姫ショーツの感覚を試していただけるといいかと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。